テーブルソーダなかなか。ああ。やっぱり満天ラーメンが人気あるのかな。え、終わり？え？麺もスープもごめんなさい、全部売り切れです。あ、申し訳ないです。え、ラーメンないっすか？麺がないの？売り切れてる。ああ、そう。え、結構人気あるんすか？テレビの影響で今日また来ていただいて。ああ、そうなんすか。また来ますわ。すいません、申し訳ないです。はい、テラステレビで宣伝とかしたんやな。知らなかった、ほんま。まさかのラーメン完売、麺がないと、あとスープもない、スープもない、チャーハンもない、全部ない。まだだって7時50分やからね、全然ご飯時なんやけどね、うん、ということでね、どうしましょうかっていうことなんですよね、これね。ちょっと探さなあかんね。ちょっと探します。ちょっとね、今ね、お店探してるんですけど、もう、原爆弾さんの、地名のとこ行きます。え？何時？今も8時前。あんまり、ない。もうそうなったら、選択肢がどんどんなくなっていくから。原爆弾さんにね、今日は運命をね、預けようと思います。今日の。美味しいご飯の運命を頼むのは次の状態です。まさかまさかのね、なんなんか星多いとこばっかりやん。この辺何なん？捏造してるんじゃん。何点3点。さっき言ってた北京に届けた。北京に行ってみる？もうここはもうこれ北京中華料理やろ。私の方があるそれなりに、あれやろ、それなりにいろいろあるんちゃうの。唐揚げとか中華屋さん専門の唐揚げとかさ、うまいかもしれない。ひょっとしたら何かの間違いで当たりかもしれない。行き当たりばったり。そこ行こう、北京行こう、北京。北京に行こう、中国の。北京。行きましょう。4分。ということで行きます。ということで、来ました、北京手作り料理。開いてる。まあ、2階行けんの？2階やったよ。2階でスペシャル定食やって、うまそうやった。定食とか、こっち。あ、こんなん。スペシャル定食。うまそう。最低定食。
でもこれの大盛りでスペシャルご飯大盛り、はい、焼き飯の中国焼き飯焼き飯も入ってほんまに真剣に下ネタとかあげすぎだよ好きなこと単品で唐揚げ唐揚げ唐揚げもたれば味噌タレか塩コショウ朝食できないですけどね塩コショウはい、はい、スペシャル天津飯卵スープ焼き飯揚げそば唐揚げで、スペシャルの方は、葛藤祭か葛藤祭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 葛藤なんかたまたま入ったけどすごい流行ってんななんか有名人でしょテレビの取材とか行ってんなたまたまな偶然原爆弾なんか適当に決めた店適当いやそうやろたまたまでたまたまやろなんとも何かあるよでしょうね餃子超まで王将よりまで比べた何分の10年えどうしてこう餃子の王将餃子の王将うまい王将の餃子やうまそう有意義なお金超うまそう絶対なし俺思いは菅大臣の出し物はいらんそう海鮮餃子、北京菅平なんて東福岡とかの試合とかねえけどどこかやってんのお前って、うん、じゃあいただきます、うん、それではいただいてまいりたいと思いますまずは餃子からです非常に美味しいです某有名餃子店の餃子よりも、私はうまいと思いました非常に美味しい、餃子1人前270円と、このボリュームでお安くなっておりますうまい最高ですじゃあ違うやこれは抜いてくれ1時間走るのかな2時間じゃねえ、2時間ぐらいお前らの時の2時間走る部分と今の2時間それが欲しい同じ、100年通ちゃんと違うやっぱり強くなりたいから絶対に行かなかったらって走る今そんな感じで走らせてるのか違う向かいの席には、ラグビー関係者の方でしょうか、いておりました、私ラグビーのことはよく分かりませんのでとりあえず、気にせず食べていきたいと思いますそうこうしておると来ました唐揚げです唐揚げこれがまたうまかった非常にうまいこの唐揚げがこの北京さんのね、餃子も唐揚げもね非常にうまい美味しかったまた前じゃあこれは腹ばくらんさんがね適当に決めたみたいな何か聞いた気がするそうやろ俺今までに何なったんですか餃子うまいですわもうええの唐揚げもうまいお酒ついたほんまに唐揚げ食べていいよ。うまい。うまい、これ。いや、よくやったら報道チームのとこと行くんでしょ。でかいの。本格的な。中華料理唐揚げ。でかい、でかい、それ。でかい、一個一個。ボリューム。朝一番、朝一番。
横だから減ってんだ。あ、そう。唐揚げマスターの孫だろうね。スペシャルです。あれ、もっと普通のところ。電話したら断れない。サラ、やめ。いっぱいですよね。はい、スペシャル定食920円、すごいボリュームであります。唐揚げ、八宝菜、巨大卵焼きと、ね、すごいボリュームのおかず、ね、美味しい。喉も渇きます、ね、水がね、これはミネラルウォーターでしょうか、非常に美味しかったであります。はい、来ました。ご飯大盛りです。大盛りのご飯が来ました。食べ応え十分であります。とりあえず餃子をいただきましょう。餃子をタレをかけまして、ワンバウンドからのご飯いいんです。うまい。餃子と米が合う。うまいであります。こんなもん行けないすんだけど、軽投影するしかないやないか。まだ下が大学で、まあもうちょっとね。マジだ。もうラグビーなし、あと下の子だけ。あとラグビー応援する。いや、今先生が言ったけど、僕は言われへんし、ね、それがね、多いんだよ。僕一個人でいるの、お前、いろいろね、あの、結果で言ってそうだと思う。投げ方どれもどれもない。もうこれでもヤオヤオの。ちょっと待って。
北京中華料理北京何だったっけ名前海鮮餃子北京海鮮餃子北京、食べてきました、最初ね最初何ちゅう名前やったっけあのラーメン屋さん行ったんですね満腹あ、ま、あ満腹満腹、うん、満腹満腹っていうとこに行ったんですけど麺もねスープも何もかも売り切れとスープ、はい、ご飯全部売り切れとほんでね原爆弾さんが適当にね探したんですよもうどっか行こうやみたいな感じでねで、まあ、中華料理で探して、海鮮餃子北京っていうとこ行ったんですけど、めっちゃうまかったですめっちゃうまかったねね、めっちゃうまかったねマスクさんもちょっとなんか喋ってくださいマスクさんも行き当たりばったりやったけども美味しかったですよ今日マスクさん来てるんですよ映ってないと思いますけど久しぶりです映ってないと思います多分今初めて声が映るかなみたいなもう食べてきましたいや美味しかったですねあれはすごいおすすめできます餃子も美味しいめっちゃ美味しい王将よりも美味しいそんなん言うてへんか言うてあかんかこうカットしとこう安い安い中華屋にしたら安くてうまいの庶民のほんま味方です高くてうまいって当たり前やからね、うん、高くてうまいはある話ですよよくある話ですよ安くてうまいからほんまに、うん、これ冗談抜きでこれ動画やからちょっとね大げさに言うてると思う人もおるかもしれんけど、これ私ね、あれですから、嘘つけないんで、私。YouTube はもう本音トークで私言ってますから、うん、結構ね。で、嘘を言うときはカットしてますから。ということで、美味しいと。非常に美味しい。またちょっと来たいですね。近く来ることあったらね。うん、すごい美味しかった。うん、なんか有名な日ね、有名な先生も来とったみたいですね。うん、あえて名前は言いませんが。ということでね、まあそういうことで、非常に美味しかったと。ね、今から米田コーヒー行きます。それでは、また。さよなら。